本日も JR 東日本をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は臨時快速 G5 上越号集中行きの列車でございます。次の停車駅宮原となります。宮原、上尾、池川、北本、高卒、熊谷の行き停車をしてまいります。熊谷には7時32分に到着をいたします。熊谷を出ますと籠原に止まります。籠原、高谷、本庄、新町、倉間の高崎の順に止まります。高崎には8時8分の到着となります。高崎の次は新前橋に止まります。新前橋8時20分、渋川8時31分、沼田8時49分、稲垣9時4分、下高田と9時25分、岩原スキー場前9時37分、越後湯沢は9時42分、終点周知到着9時51分となります。この列車は前から6号車5号車の順に、後ろの車両が1号車です。自由席は終焉の2両1号車2号車となります。3号車から6号車は指定席となります。指定席が、ありませんとご乗車いただけませんのでご注意ください。なお本日多くのお客様にご利用いただいております。お隣の座席の上にはとお入りください。ご協力をお願いいたします。なおこのレースには車内販売また自動販売等はございません。あらかじめご了承ください。本日は G5 上越号をご利用いただきましてありがとうございます。次は宮原に止まります。
上尾付近到着をいたします。列車の終点は知る人を見ても自動車、自動車と並ばず別院は池川に止まります。
は北本に停まります。
もなく交通に到着をいたします。この今、我が家に